世の中は好み委ねし仮の里、風のまにまに漂いて雨の雫に濡れつつも、人の情けに助けられ仏と共に二人旅。明日はどの地の草花に思いの丈を語ろうか。川の流れに身を清め、月の光に導かれ、果てなき道を黙々と歩む我が身が寄るべない。朝に祈りの経を読み、夕べは歌に酔いながら、命の不意に胸迫り、涙と共に手を合わす。この世は黄泉への仮の宿。整えましたですね、もうなく三門宝庫と申しまして、新しい住職の、三門に早くに当たりまして香り高い香を炊きまして、ご修行一生懸命述べられるとか分かるかな。この方が早いリンサリンサ足遊んでね、東大の門戸八に高いす、人もし格のごとくならば昼夜に往来。ただいま神明法上様は、このお寺の門はいつでも大きく開いている、誰でもこの門に入って仏の道を求めなさいと声高らかに宣言をなされました。これより神明法上様はご本堂に向かわれます。鎮痛勝ちどんとですね、大来上殿と申しますけれども流し物に従いまして入ってまいります。神明様本堂に進まれます。どうぞ皆様合掌にてお迎え願います。
金風玉露三千大仙地になし寸胴なし経験日に新たなり節々人人もし礼拝戦と欲せばすなわち無下の陳寺を守ってこられました歴代のご住職様方にご挨拶をいたします。そう我を呼ぶ勝手なおざれに心因するところ全てのご挨拶が終わりまして神明法上様はこれより退堂いたします。どうぞ参拝。